キヒ,ヒラリカ七月二十一日隊は、日本のフィギュアスケート選手。兵庫県西宮市出身。血液型は O 型。トヨタ自動車食卓社員。マネジメントはイムグ。わせだ大学人間科学部イ、e、ンスクール在学中。西宮市立上ヶ原中学校卒業。N 高等学校在学中で、二千二十から二十一シーズンの所属先は N 高東京としていたが、 11月1日付で、トヨタ自動車食卓社員として入社した。2021年、早稲田大学人間科学部イ、e、ースクールへ進学。3歳の時に、母親と姉と共にアイスリンクに行きスケートと出会い、5歳の時にスケート教室に入った。当初はお稽古時の一つとして、スケートがあり、このたバレー、体操、ピアノなども習っていた。 2015から16シーズン全日本ノービス選手権 A クラスで優勝。初出場となった全日本ジュニア選手権では11位となった。2016年トリグラフトロフィーのノービスクラスでも優勝する。2016から17シーズン日本スケート連盟のフィギュアスケート強化選手に初めて選ばれた。ジュニアグランプリシリーズに初参戦し、 初戦の JGP チェコスケートで2位、次戦の JGP リュブリアナハイでは FS で女子では、史上7人目となる3回転アクセルに成功、同時に、女子史上初となる6種類8個の3回転ジャンプを成功させ優勝し、JGP ファイナル進出を決めた。2度目の出場となった全日本ジュニア選手権では怪我の影響で制裁を欠き11位、初出場となった。 JGP ファイナルでは4位に終わった。2017から18シーズンジュニア2年目を迎えた。ジュニアグランプリシリーズでは3回転アクセルで転倒が相次ぎ、JGP リガハイでは2位、続く j g p エニャノイマルクトでは3位。ロシア勢に遅れを取り優勝こそならなかったものの、2年連続の JGP ファイナル進出を決めた。 三度目の出場となった全日本ジュニア選手権では、ショートでミスがあり6位と大きく出遅れるが、フリーで三回転アクセルを二度成功させ逆転で優勝した。自身初の世界ジュニア選手権と全日本選手権出場を決めた。JGP ファイナルではフリーで女子史上初の三回転アクセルマイナス三回転トゥループに成功する。だが、 二回目の三回転アクセルが回転が溶けて一回転になってしまい得点が伸びず総合では2年連続の4位に止まった全日本選手権ではフリーでわずかなミスがあったもののショートフリー合わせて3本の三回転アクセルを決め3位で表彰台に上った大会後第86回全日本選手権大会新人賞を受賞した2018年1月に 左手薬指を骨折。初出場の世界ジュニア選手権では、ショートの連続ジャンプで、回転不足と転倒による減点が響き4位発進と、出遅れる。しかし、巻き返しを狙ったフリーでも予定していた3、回転アクセルが2本とも抜けるなどミスが、相次ぎ、総合8位まで順位を落とした。試合後、試合感覚が相手感覚が染み付いていなかったですと、肩を落とした。 2018から19シーズンブラチスラバで行われたオンドレーネペラ坂がシニア初参戦となった。SP は点灯がありながらも70.79点で1位に立つと FS は冒頭に大技の3回転アクセルマイナス3回転トーループ、さらに単発の3回転アクセルを成功させ、 1>, 1位の147.37点をマーク SP との合計218.16点でシニアデビュー戦を優勝で飾った。FS は今季世界最高、合計は今季世界2位の高得点となった。グランプリシリーズデビュー戦となる NHK 杯では SP の冒頭の3回転アクセルで転倒があったものの自己ベストに迫る69.59点の5位につけ FS で2本の3回転アクセルを決めるなど一つのマイナスもない完璧な演技を見せ、日本女子歴代最高点の154.72点を記録、SP との合計でこちらも日本女子歴代最高点を更新する224.31点で日本勢として初めてグランプリシリーズデビュー戦での初優勝を決めた。続く、 フランス国際の SP も3回転アクセルの回転が抜けるミスがあり、2位に発進した。FS は1本目の3回転アクセルが単独になるミスがあったものの、その後のジャンプ構成を変更するなどの冷静さを見せ、フリートップの138.28を記録。総合でも205.92で逆転優勝して、初めてのグランプリシリーズを連勝で終え、グランプリファイナル進出も決めた。 グランプリファイナルの SP は3番目に登場し、冒頭の3回転アクセルを決め完璧な演技を披露。2位で、ビョンチャンオリンピック金メダリストのロシアのアリーナザギトワに4.58点差をつけるルール、改正後の世界最高得点となる82.51点をマークし首位に立つ。そしてザギトワと一気打ちとなった FS では、最初の3回転アクセルで手をついてしまい、 ダウングレード判定となってしまうも、続く3回転アクセルからのコンビネーションを2回転等ループに変更し落ち着いて着氷。後半の3回転ルッツに3回転、トゥループをつけ冷静にリカバリーし、安定した演技で230点超えとなる233.12点をマーク。浅田真央以来十三年振りとなる日本人シニア年目にして、 グランプリファイナル制覇を達成した。全日本選手権は靴の不調もあり、SP で3回転アクセルを点灯。さらに3回転のコンビネーションジャンプで2つ目が2回転に抜けてしまうミスがあったが、68.75で5位に踏みとどまる。ただ、1日明けた FS で冒頭2本の3回転アクセルを完璧に成功。一方で終盤の3連続ジャンプの1本目で、 バランスを崩して、ステップアウトになりかけたが、それを、オイラージャンプに変更しに回転サルコーをつけて3、連続ジャンプにするという冷静さを見せた。SPFS どもに2位で、ミスのない演技で優勝した、最終滑走の坂本香里に及ばなかったものの、FS1 位となる155.01点をマークし、合計223.76点で2位まで順位を上げた。 4大陸選手権は、靴の調整が間に合わず左足だけ、サブシューズを投入したり、公式練習中に転倒し左手薬指を、アダッキューするなどアクシデントに見舞われながら参戦。SP は、冒頭の3回転アクセルがパンクしごい発進となるも、FS では3回転アクセルを1本成功させ、その後もミスなく、滑り切り逆転優勝を飾った。 世界選手権の調整のために出場したチャレンジカップの SP でトリプルアクセルが2回転となり、さらにコンビネーションの回転不足やスピンで体勢を崩すなどミスが相次ぎ2位。FS はトリプルアクセルを着氷し優勝した。優勝を期待された世界選手権は苦手としていた SP で3回転アクセルがパンクしてしまい70.90点で7位。 首位に立ったライバルのザギとはに11点以上の大差をつけられ優勝は絶望的となった。巻き返しを狙った FS でも冒頭の3回転アクセルの連続ジャンプは決めるも2本目の3回転アクセルで転倒してしまい表彰台にすら届かないように国際試合連勝記録は7連勝でストップした。その後の世界国別対抗戦に女子シングル代表として 坂本香里と共に初出場を果たす。SP で3回転アクセルを成功すると、すべての3回転ジャンプをクリーンに着氷する、と完璧な演舞を披露し、2年前の世界、国別対抗戦で、エフゲニア・メドベージェワがつけた80.85点を、大幅に超える83.97点を叩き出して、世界記録を塗り替えた。しかし、FS は、 最初の3回転アクセルと後半のコンビネーションが回転不足となって転倒すると本来の出来とは言えずに138.37点の5位に終わりチームも対抗戦連覇を逃した2019から20シーズンシーズン初戦は CS オータムクラシックから始動し SP は最後の3回転ループこそ着氷で耐えるもその前までは安定した着氷で首位発進 FS も3回転アクセル2本を着氷すると、しっかりとした攻めで、ライバルの一人であるメドベージェワに競り勝って、今季初戦を制した。グランプリシリーズ1戦目は、スケートカナダに出場。ショートは3回転アクセルを着氷し、ルッツを外した構成ながら、81.35点を記録する。フリーでは、三回転アクセルで着氷ミスがあったが、その他はほぼ、ノーミスの演技で、 148.98点をマークするものの、4回転ジャンプを3本決めたトゥルソワには及ばず、230.33点で2位となった。グランプリシリーズ2戦目は2019年、NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会に出場。ショートはトリプルアクセルを着氷し、最後の3回転ループこそはこらえたが79.89点で2位と、好発進。 フリーもステップのレベル取りこぼしと後半のコンビネーションジャンプの回転不足こそはあったが安定した演技で151.95点を記録。しかしアリオナコストルナヤには及ばず2位となった。これにより2019、2020ISU グランプリファイナルへの出場が確定した。2年連続出場となったグランプリファイナル。ショートではトリプルアクセルが 両足着氷となり、さらにコンビネーションで転倒してしまいまさかの再開発進。フリーでは転倒したものの初めて4回転サルコーに挑戦し、その後も大きなミスなくまとめて順位を上げ4位に入った。初優勝を狙った第88回全日本フィギュアスケート選手権。ショートではトリプルアクセルが両足着氷となったものの73.98点で首位発進。 フリーでは練習で不調に陥りながらも演技をまとめ155.22点を叩き出し総合229.20点で圧巻の優勝を飾った。2連覇がかかった2020年4大陸フィギュアスケート選手権ではずっと回避してきた3回転ルッツを後世に戻す。ショートではトリプルアクセルを華麗に決めるとルッツを含めたすべてのジャンプを成功させ、 ステップスピンでもすべて最高レベルを獲得し81.18点とシーズンベストに迫る得点で首位発進。フリーは4回転サルコーを回避し冒頭の3回転サルコーを決める。次のトリプルアクセルは1回転に抜け、次のトリプルルッツはショートに続き着氷。その次、トリプルアクセルを着氷し、さらにコンビネーションをつけてリカバリー。その後、 ステップをしながら構成を考え3回転フリップマイナス3回転トゥループのコンビネーションに2回転トゥループをつけ3連続に。そして3回転ルッツからの3連続を予定していたところは3回転フリップマイナス3回転トゥループに、最後の3回転ループも決め、さらにステップスピンもすべて最高評価で演技を終え151.16点を記録。 圧巻の優勝をつかみ、男女通して、史上初となる2連覇を達成した。続く、チャレンジカップでは、ショートでトリプルアクセル成功するも、残りのジャンプでミスがあり74.27点。フリーでは4回転サルコーに挑まなかったものの、圧巻のノーミス演技を披露し非公認ながらも、自己ベストとなる156.38点を記録し、合計230.65点で優勝した。 世界選手権での活躍も期待されたが、新型コロナウイルスのパンデミックによりその大会は中止となった。2020から21シーズン6月24日、2020から21シーズンにおける日本スケート連盟登録所属先を N コを東京とすることが発表された。11月1日付で、トヨタ自動車に食託社員として入社、所属先も、 トヨタ自動車に変更となった。練習拠点をスイスに移し、ステファン・ランビエールの下で練習を積む。グランプリシリーズは、フランス大会にエントリーしていたが、フランスで、新型コロナウイルスの再流行が深刻だったため、その大会は中止となり、キヒラの今季初戦は、第89回全日本フィギュアスケート選手権となった。その全日本選手権では、ショートで3アクセルを決め、 コンビネーションジャンプでわずかに乱れがあったものの、注目の片手測点も決めて、79.34点で、首位に立つ。迎えたフリーの冒頭では、国際スケート連盟ながら、自身初の4回転サルコーを決めた。女子では、安藤美希が、ジュニア時代の2002年に公認大会で、女子史上初で4回転サルコーを決めている。その後は、 レベルの取りこぼしなどの細かなミスがあったものの154.90点でフリーもトップ。総合234.24点を記録しながら自己ベストを上回って連覇を達成した。アクセルを含む6種類の3回転ジャンプを飛ぶことができる。3回転アクセルマイナス3回転トーループのコンビネーションジャンプを女子選手として世界で初めて公式戦で成功させた。 また、2020年12月27日に、長野市、ビッグハットにて行われた全日本選手権にて、日本女子では、安藤美希以来となる4回転サルコーを成功させた。その他にもリカバリーで、FS 演技後半に3回転ルッツマイナス3回転トーループを飛ぶなど、ジャンプ能力の高さには、定評がある。なお、練習では4回転トーループや4回転、サルコー、 両手を上げて飛ぶ他のジャンプの着氷にも成功している。2016年 JGP リブリャナハイの FS では女子選手として史上初めて6種類8本の3回転ジャンプを回転不足、エッジエラーなしで完璧に成功させた。一方で、木平のコーチでもある浜田義恵も課題として何でも平均的にできるけれど、あとは度胸。ちょっと気が弱いから大事な時に 気持ちが引けてしまうところにあげ、木平も試合後に緊張しました。カメラのカシャカシャっていう音が気になるんですなどと苦悩を漏らしていたが、シニア以降はメンタル面で大きな成長を見せている。また、浜田はもう一点の課題として試合前の準備を上げており、計画性がなく行き当たりばったりになっていることを指摘している。 2019年4大陸選手権のキヒラリカ2018年、フランス国際 FS でのキヒラリカ2017、2018、ISU ジュニアグランプリファイナルのキヒラリカ2016、2017、ISU ジュニアグランプリファイナルのキヒラリカ、ありがとうございます。